こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はアナザーダンジョンパダピリ会食堂エリア1攻略解説していきたいなと思います。はい、ということでニューウェイアナザーダンジョンも最後ですが、とりあえずねボスはこんな感じになっております。バロイルクイーンが地属性弱点、クイーンシュトライクが氷属性弱点で、ベヒーモスが無属性ということになっております。まあ、重要なのはミッションですかね。はい、こちら一人も戦闘不能にすることなくクリア、それから全てのシンボルエネミーを被ダメージ7600以下で撃破すると。それからサボテンダだね。はい、この被ダメージに関しては結局攻撃が最大の防御というか、このダメージを受ける前に倒してさえしまえば特に問題がないので、まあ皆さんはねなるべく強い装備、弱点とかそういったつけるような装備を装備して戦っていくと、まあ達成はしやすいという感じになります。サボテンダーについてはねこれからやっていきながらちょっと場所を紹介しますが、そんな感じかな。はい、でまあいつも通りなんですけど、ちょっとね僕の手持ちのベースレベルキャラのねレベルがどうしても高くなってしまっているんで、戦闘力高くなってるんですけど、その代わり攻撃力とかめっちゃ落として武器とかね制限して落としてるんで、まあ、その辺でご勘弁くださいという感じですかね。はい、あまりにね星3武器とか星4武器でやってたんだけど、レベル1のやつあまりにも攻撃力なさすぎて倒せなかったりとかしたので死んだ普通に。なので最低限の火力は必要なんだなと思って、サブ武器外した状態にしました。あとバスターソードとかね、まあこういったものにしてます。配布で手に入るようなやつにしてるんで、まあ、この辺で勘弁してください。はい、まあ、ステータスはね、まあ、多分300前後あれば大丈夫かな、もっとなくても大丈夫なのかな、ぐらいあれば大丈夫だと思うんで、はい、ということでやっていきましょう。やっぱねそうなんだよ、武器全外しでもいけるかなと思ったんですけど、さすがにそんなに甘くなかったっていうか、ちょっとむずいよね。あ、で、ここ、アイテムがね、選べるんですよ。どっちか。で、最初に出てくるシンボルエネミーが、ベヒーモスで、結構ベヒーモスの火力高いので、特にフレアかな。フレアが後半何度も、まあ、場合によっては2回ぐらいは撃たれるので、そうなってくると、まあ、マインド剤で魔法を上げていった方がいいのかなっていうので、こいつベヒーモスなんでマインド剤を食わせておきましょう。結構敵がね無属性っていうこともあって、ベヒーモス自体は結構強めだよね。敵としては火力にもよるけど、フレア2回受けると思うんだよね多分。よっぽど火力高ければ多分1回かぐらいで済むと思うんですけど、ヘビーブレスは物理だね。これが物理で、これはそんなにフレアほど痛くないのかな。魔力チャージ、そうこれだね。魔力チャージ、しかも魔法バフもかかってんのか、だから痛いのか。でもあるん でティファのサマーソルトはゲージ溜まりやすいんで先に打っとこう。防御魔法デバフ、フレア、そうこれそうなんだよね。あの魔法アップのアイテム装備させてヘビープレスと同じ威力だからね、これが強い。よくよく考えたらベヒモスってあれだわ、防御デバフ無効だったわ。防御デバフ無効なんだよなこいつ。魔力デバフとか、攻撃デバフは有効ですので、持ってる方はねそういった技を使ってあげると火ダメをね軽減できるんで、おすすめ度は高いかなと思います。
オッケー。結構強いよね。これマジで時間かけるとめちゃめちゃ火ダメかさんで、かさむので、ヘビープレスとあのフレアだけでももうだ火ダメ2400なわけでしょ、多分。つまり、多分っていうかそうだよね。って考えると、まあ累計じゃないので、大丈夫、全然余裕あるんですけど。で、ここでガード材かマジック材言われるんですが、ここはもうガード材で大丈夫かな。これ雑魚戦だね。そろそろ栄養剤欲しくなってくるよね。もうマイナス 27% とかいってるもんね。ティファ 30% だ。確かこいつ、ザコタキ倒すと栄養剤もらえたような。あるいは宝箱に入ってたか忘れましたけど。はい、もらえないな。宝箱かな。そうだね、栄養剤ここで6個もらいました。なのでちょもう操作がこれさ、ちょっと不便だよね。あのアイテムのさやつがさ消えてるからさ、押すとさ勝手に移動しちゃうしみたいな、すげえ不便。本来だったらここで先に栄養剤使っといて HP この雑魚的で回復したかったんですよね。もうUI が悪い。出てていいよね別にアイテム。栄養剤拾った。ほらすげえ不便、すげえ不便。サボテンダーまで出ちゃったね。めっちゃ不便です。これ次アンケートあったら書いとこう。 CBT の時のアンケート書いたんですよね。なんかボタンが小さいから大きく大きい表示にしてほしいってことめっちゃ書いたんですよね。あ、そう、皆さん、あの、わかりました。サボテンダーの場所、この端っこなんで、マップの。今更だけど。マップの端っこにいるんで。なんか思わぬタイミングでサボテンダー触りに行っちゃったけど。この端っこね。シンボルエネミーっていうか、ボスを無視して先。ここに出るんで。で、ここでアイテム落とすんで、ここのやつ拾ってください。確か石300だか200かどっちかだったと思うんですけど、これさっきガード材拾ったか、ここマインド材にしましょう。これラスボス用に残しておきましょうね、ガード材とマインド材は。で、このボスを触らずにこっちのやつと戦いに行く。うわ、マジで本当 UI なんとかしてほしい。これどこだ？マジで、え？マジでアイテム出なくない？え？アイテムマジで出なくない？あ、出た。なんだ？僕の操作法が悪いのかな？え？なんでさっき出なかったんだ？さっきかたくなに出なかったよね。何なんだろう。え？まあ、いっか。ちゃんとね、多分止まった時に押さないとダメなんだな。今さら。うん、これ開枠 LB で雑魚敵が倒せるんで、頭数減らすとだいぶ楽だよね。あ、厄介なの、こいつスタンがあるんだよね。これが厄介。
さっきやった時 LB 打つタイミングでちょうどスタン食らって一人動けなかったんだよね。あとこの単体攻撃が強い。あ、打つタイミング失敗した。先にティファですね。ティファでデバフしてからこいつですね。ミスったな。強い。で、奥の宝箱を拾ってガチャチケだったかな。で、こっち左なんかありそうなんですけど、ないです。もうさ、こっちね、最初、当初はこっちにサボテン台いんのかなと思ったら、まさかの右だったんで、こっちは特にないんでね、まあ問題ないでしょうと。で、あとはもうボス戦になるんで、ここで栄養剤すべて使って OK。で、ボス戦のためにガード剤もすべてのキャラに使っていきます。はい、これで OK。全員 HP 上限マックスになりました。この万全な状態で参る。遠慮しなきゃ。こいつ防御デバフ効いたっけな。効いてるわ。効いてますね。大地震。これバフつけた状態。あ、まあ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 。そうでもなかったね。ベヒーモスの方が全然食らいますね。あ、でもバフかけてきました。物理バフ、魔法バフ。かましてやれい。また防御デバフ入れてからの、オッケーオッケー。むしろバハムバウンドじゃない、ベヒーモスより弱い気がする。弱い気がするな。ベヒーモスはマインド剤食ってても400食らったもんね、フレアが。はい、ということでこれで火ダメも多分抑えられたと思います。余裕で抑えられてると思う。多分一人頭3000ぐらいは余裕あったんじゃないかなと思うんで、まあもちろんこっちの戦闘力が高いっていうのもあるんでしょうけど、はい、特に問題なくという感じです。こんな感じで皆さんね、まあ、何かの参考にしてもらえばいいのかなと思います。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。